皆さん、こんにちは。2018年5月16日に惜しまれつつ、この世を去った西城秀樹さん。脳梗塞の後遺症に苦しむ西城秀樹さんを献身的に支えた妻、美紀さんの存在にも注目されています。そんな西城秀樹さんの奥さんの木本美紀さんとは、どんな方なのでしょうか。馴れ初めや実家は資産家の噂、現在の活動など詳しく調査しました。西城秀樹さんの妻、木本美紀さんは、1972年生まれで2022年で50歳。木本美紀さんが連載していた、ポストセブンに記載されていた情報によると、近畿大学理工学部土木工学科を卒業後、建設コンサルタント会社に就職していたのだとか。西城秀樹さんが2001年に婦人公論のインタビューで、彼女は大阪の土木関係の会社に勤め、下水道の設計の仕事をしていたんですが、これが相当忙しかったらしくて、聞けばテレビをあんまり見たことがないと。当然芸能界のことは全く知りません。ヘルメットをかぶって現場に行ったり、夜中まで図面を引いたりする毎日を楽しそうに語る女性は、それまで僕の周りにはいなかったので、非常に興味深かったですね。全く違う世界にいる二人なのに、会話が弾むことが不思議で、面白いこともあるなぁと思いました、と語っており、芸能界で働く西城秀樹さんとは正反対のような生活をされていたのですね。逆にそれが西城秀樹さんにとっては新鮮だったのかもしれません。西城秀樹さんの妻、木本美紀さんについて、実家は資産家、金持ち、などの噂があります。噂の根拠として、木本美紀さんが幼少期イギリスに住んでいたため、西城秀樹さんのことをよく知らなかった。実家が大阪で建築関係の仕事をしていたため、建築会社で就職していたことが挙げられていますが、情報元が不明のため特定はできません。確かに木本美紀さんは建設会社に勤務していたので、実家が経営する会社で働いていた可能性もありますね。西城秀樹さんは前述した婦人公論で、これは結婚の決め手とは言えませんが、確実に後押ししてくれたのは、両方の家族がこちらの付き合いが深まるよりも早く我々以上に仲良くなってしまったこと。僕の実家でやっているステーキハウスに家族揃って遊びに来たり、ディナーショーを見に来てくれたりと、何度も顔を合わせているうちに結婚話が両家の間で自然に盛り上がっちゃったみたいで、と語っていました。西城秀樹さんのご家族と木本美紀さんのご家族の方が、お二人よりも仲良くなっていたようですね。とても素敵なご家族のもとで育たれたのでしょう。西城秀樹さんと木本美紀さんが出会ったのは1999年、知人を交えた食事会だったといいます。当時西城秀樹さんは44歳で独身貴族を満喫しており、もう結婚はいいやと思っていたのだとか。しかし木本美紀さんといるとリラックスできるのを感じたということで、どんどん惹かれていったといいます。恋に落ちたとかピンときたとか、そういう言葉は当てはまりません。なんて言ったらいいのかな、彼女と一緒にいるとリラックスできる風が吹いてくるみたいな気がした。それがどうしてなのかわからなくて、なんだろう、もう一度会ってみたいな、そういうことの積み重ねでした。二人の間に流れる空気がすごく自然で、そのままの自分を見せ合えた。彼女は相手の前で自分を飾ろうという感覚が全くない人なんでね、僕も自然に裸の心で向き合えるようになったんでしょう。前述した通り、芸能界に疎かった木本美紀さんは、西城秀樹さんをスターとして接するのではなく、一個人として接していたことが、安らぎを与えていたのではないでしょうか。木本美紀さんはなんと初デートの時は、ママチャリに乗って登場したと言いますから、本当に自然体の方なのですね。2年間の交際を経て、2001年、西城秀樹さんが46歳、木本美紀さんが28歳の時に結婚。結婚式は伊豆下田にある白浜神社で行われました。ウェディングドレス姿の木本美紀さんは、とっても素敵でした。2018年4月25日に自宅の夕食中に突然倒れて心停止となり、5月16日に急性心不全で亡くなった西城秀樹さん。西城秀樹さんが亡くなった2018年11月に、
木本美紀さんが青い空へ夫西城秀樹との18年を出版して話題となりました。実はマスコミに伏せられていたものの、結婚直後の2001年に脳梗塞を発症し、合計8回もの脳梗塞を繰り返していたという西城秀樹さんとの闘病記の内容に世間に驚きの声が上がっていました。2018年12月4日には徹子の部屋に出演するなど、マスコミにも登場していた木本美紀さん。木本さんがテレビ番組に出演するのは徹子の部屋が初。出演を決めた理由については、この場をお借りして今までお世話になりました皆様に、そしてファンの皆様にお礼がお伝えできたらと思いまして、と語りました。徹子の部屋では西城秀樹さんの最後について語っていました。お食事が終わって、その時は長男と長女が外出していたのですが、母と私と次男と主人でちょっとお茶を飲んでました。その時に急に西城さんの意識がなくなってしまいまして、と西城さんが倒れた4月25日の出来事を振り返り、その時の記憶が未だに断片的で、その後病院に入って意識が結局戻らないまま3週間と1日でと明かしました。また西城さんの過去の脳梗塞についても詳しく明かしていました。結婚式を挙げた年2001年の秋に、小さいものではあったのですが脳梗塞と診断されたことがありましたと明かし、ちょうど長女を妊娠していてとても驚きましたと当時の心境を告白。その時は点滴を打っていただいてすぐに退院して、何も後遺症はなかったと語っていました。現在はメディアへの露出はしておらず、お子さんたちのサポートに従事しているようです。続いて西城秀樹さん、木本美紀さんの間のお子さんの現在についてお話しいたします。木本美紀さんには3人の息子さんがいらっしゃいますが、長男の木本慎之介さんは芸能界入り間近だといいます。ちなみに木本慎之介さんは高校時代に男子高生ミスターコンテスト2021に参加しており、当時からイケメンぶりが話題になっていました。ひろみさんが主催するフェスティバルで大トリを務めた木梨憲武さんに紹介され、ステージに上がった木本慎之介さん。木本慎之介さんはそこで間もなくデビューすると紹介されています。長男木本慎之介さんの芸能界入りも噂される西城秀樹さん亡き後も注目されている西城一家、今後の動向にも注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。